ホーム駅名標と到着する4万系車両。改札口武蔵砂川駅は、東京都立川市場砂町5丁目にある、西武鉄道拝島線の駅である。駅番号は、SS34。現在、拝島線の中で最も新しい駅であり、西武鉄道の中では、練馬田野大台駅、航空公園駅に次いで3番目に新しい。相対式ホーム2面2線の高架駅。 改札口は北側の一箇所のみだが、南側へは改札外交化したの連絡通路で、容易に抜けられる。2020年度の1日平均乗降人員は9195人で、あり、西武鉄道全92駅中62位。日産の工場が2000年代初期に閉鎖された後は、利用客が一時減少したが、駅の北側に4モール武蔵村山ミュウが完成し、 当駅がバス利用での最寄利益となったため利用客が増加した。しかし2013年4月1日のバスダイヤ改正で日中の便が廃止された。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り。2006年10月6日、立川市は武蔵砂川駅周辺地区町づくり方針を策定、発表した。 ロータリー内のバス停はクルリンバス、MM シャトルで別々に設けられている。駅前ではないが、他に、徒歩連絡可能な停留所が、近隣の日産道流へ及び、五日市街道上にあり、コンピラ橋では、箱根ヶ崎駅、イオンモール方面と立川市役所、立川駅方面へのバスに乗り換えることができ、五日市街道上の停留所では、松中方面、泉市民体育館、 立避本社前方面へのバスに乗り換えることが可能である。運行はいずれも立川バス封鎖営業所である。立川市の砂川地域にあるが、北海道に砂川駅が存在していたため、武蔵国から武蔵をつけ、武蔵砂川とした。なお開業月の立川市広報では、駅の名前、武蔵砂川、これは、 砂川町と武蔵村山市の地名にちなんで名付けたものとしている。設置までの協議にあっては、蒸気年表の通り新駅であり仮称は用いられていなかった。開業前の武蔵村山市議会において、交通問題の質問に対し、駅名を三影橋駅としたい旨の話もあるが、十分調整を図るよう立川市に申し入れてあるとの答弁が行われている。ありがとうございます。